主様、お待ちしておりました。驚かれましたか？お忙しい毎日を過ごされる主様のことをぜひ癒して差し上げようと、こうしてお待ちしていたんですよ。さ、遠慮なさらず、今日は私にすべてお任せください。そうですね、任務中に危険な目に遭ったことは何度もあります。でも主様のもとに絶対に戻る、その強い気持ちでいつも乗り越えてきたんです。いけないいけない、刻意をまとっている間は緊張感を持っていないと。ですよね、主様。主様からの英知、そしてこのスライムボディスーツは私たちへの贈り物、今後とも大切に、そして有意義に使わせていただきますわ。任務に赴くことで主様のお力になれる、それは分かっているのですけど、しばらくお会いできなくなるのが寂しいですね。あの、主様にお願いがあるのですが、任務に向かうとき、行ってらっしゃいって言ってもらえたら。ああ、私何言ってるんだろう。よし、今日も漏れてる。いえ、ただの独り言ですから、主様はお気になさらずとも。ここにももう少し緑が欲しい気がしませんか？よろしければ私が花などお持ちします。主様の好みに合えば嬉しいのですが。オリアナ王国をはじめ各国の上流階級とのつては順調に広がっていますが、お互いの本心を探り合う社交界というのはやはり疲れますね。私の任務報告に対してこんなにも早く、そして的確な決断を下される、この神にも匹敵する英知の持ち主は主様のみ。いやだ、主様にそんなに熱い視線を送られると嬉しい反面、私照れてしまいます。そんなに私のことが気になるのですか？自分でも武芸はそれなりに自信があったんですよ。でもシャドウガーデンではそんな自信もあっという間に吹き飛んでしまいましたけどね。シャドウガーデンに入って誰もが最初に感じることは先輩たちとの実力の差ですよね。それをどう埋めるか、私も最初は悩んだんですよ。もう私、周囲に対して当たりが強すぎなんて言われるんですけど、そんなことないですよね。うん、主様だけが理解してくれればそれで満足です。教団の目的、悪魔付きの真実、まだまだそこは深い。それでも主様がならば潜ろう、どこまでもとおっしゃるなら、もちろん私もお供いたします。悔しいけど剣技も頭脳も私より上がいます。それでもなお誰よりも主様に必要とされたい。あの、これは私のわがままですか？監視対象についてすでに外堀は埋まりました。私のすることに抜かりがないのは主様もご存知でしょう。
お任せください。もし主様と出会わずシャドウガーデンにも入っていなかったら、別の未来はあったのでしょうか。あったとしてもきっとやめましょう。聖教、いえ、世界を敵に回そうとも私たちは主様についてゆく、そう決めたのです。ご遠慮なく何なりとお命じください。感じる主様の熱い視線。でもここはあえて気づいてないふりをするのが淑女たるものよね。私の顔が心なしか赤い？心配していただけるのは嬉しいのですが、決して熱があるわけではなく、別の原因というか、主様との距離が近いから。え？私からの任務報告書、もうお読みになられたのですか？あんなにも熱いものを。まさに神速ですね。やはりオリアナ王国に限らず、上流階級にも確実にディアボロス教団の影響が及んでいますね。幸い私の正体には気づかれていないようですが、主様がこのスライムボディースーツを発明してくださったからこそ今の私があるんです。大げさ？いえ、大げさではなく事実です。今日の紅茶はいつもと茶葉を変えてみたのですが、どうでしょう。主様の表情を見ると喜んでいただけているようですね。失礼いたしました。今テーブルの下で主様の足と私の足が触れ合ってしまい、わざとではないんです。空いててよかった。実はここデートスポットとして有名らしくて、混み合ってたらどうしようって思ってたんです。どうですかこの夜景。ここにはぜひ主様をお連れしたかったんです。最高の夜景を見るにはこの時間ぴったりでしたね。この夜景は綺麗とか素敵とか余計な言葉はいりませんね。この雰囲気に浸っていたい、それだけです。私ったらつい夜景に見とれ、気が緩んで。え？でもそんな、いいのですか？夜景を見ていても？主様はお優しい。主様のお役に立ちたくて、早く大人になりたかった。でも、今この瞬間だけは。夜景に喜ぶ。子供っぽい私でいていいでしょうか。はあ、こうして夜景を眺めていると時が過ぎるのを忘れてしまいそうになりますね。あ、いけない、緊張感緊張感。いけないいけないと思いながらも、こうして夜景を眺めていると教団との戦いのこと忘れてしまいそうになりますね。主様、楽しんでくださってますか？やっぱり男の方は夜景よりもっと別のこと、例えば美味しいお食事とかの方が良かったですか？あの、夜景が美しいのは承知しています。でも許されるならば、主様の優しい眼差しを私にも向けてくださいませんでしょうか。確かに夜景は美しい。
美しいですよ。でも少しは私の方も見てほしいな、なんて。私も美しさでは負けてないと思うんですよ。主様、どうされました？もしかして夜景の効果で私の魅力がいつもよりマシマシになってたりします？主様の前では常に毅然としているべきだって頭では分かってるのに、こんなに甘えたくなるなんて。これが夜景の魔力でしょうか。任務に向かう前に主様とこうして夜景を見ながら素敵な時を過ごせてよかった。次の任務、ますますやる気が出てきました。